今日の御言葉、マタイの福音書16章24節から28節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて天の父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。人はこの世界のすべてを手に入れたとしても永遠の天国に行けないなら何の意味もありません。イエス様はすべてを捨ててご自分に従ってきなさいと言われました。私たちはこの世のものをすべて手放して永遠の命を得させることができるイエス様についていきます。イエス様についていくのは非常にきつく辛く苦しいことです。しかし最後までイエス様に従った者は最後の審判の時イエス様から天国に行きなさいと言われ、たくさんの報いを得ることができます。あなたは今日この世とイエス様どちらについていきますか。もしこの世についていこうとしているなら悔い改めて全てを手放してイエス様に従いましょう。オールフォージーザー。